リック・カーライルこと、リチャード・プレストン・カーラルは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、オグデンズバーク出身のバスケットボール指導者である。NBA のインディアナ・ペイサーズで、ヘッドコーチを務めている。ニューヨーク州リスボンで育った。マサチューセッツ州のウースター・アカデミーに進学し、メイン大学で2シーズン過ごした後は、バージニア大学に転校し、キャプテンの一人として、 チームを1984年の NCWA トーナメントベスト4まで進出させた。大学では心理学の学位を取得した。1984年の NBA ドラフトでボストンセルティックスにドラフト指名され入団。1986年の NBA ファイナルで優勝してチャンピオンリングを獲得したが、カーライル自身はあまり活躍できず、 一試合平均2.2得点、1.0アシスト、0.8リバウンドに止まり、1987年にチームから放出され、ニューヨークニックスでリック・ピティーノのもと、1987から1988シーズンを過ごし、1989年ニュージャージーネッツで5試合プレイした。ビル・フィッチやチャック・デイリーの下でスタッフとして5年間学んだ後、 1994年にポートランドトレイルブレイザーズの PJ カーリシモヘッドコーチの下でアシスタントコーチに就任した。その後、1997年に元チームメイトであったラリーバードのアシスタントコーチとしてインディアナ・ペイサーズに加わった。その年のペイサーズはチーム史上最多の58勝を挙げ、カーライルはオフェンシブ、コーディネーターとして チームが躍進した要因の一つとなった。チームはカンファレンスファイナルで NBA ファイナル3連覇を狙うマイケル・ジョーダン、率いるシカゴ・ブルズを第7戦まで追い詰めた。2000年、ペーサーズは56勝を挙げて NBA ファイナルに初進出したが、ロサンゼルス・レイカーズに2から4で敗れた。シーズン終了後にラリーバードは辞任し、後継者として、 カーライルを選ぶようチームに要請したが、チームは CBA チームのオーナーであったアイザヤイ・トーマスをヘッドコーチに任命した。2001年、カーライルはヘッドコーチとしてデトロイト・ピストンズに迎え入れられた。ピストンズを2年連続でプレーオフ出場に導き、2001から2002シーズンの NBA 最優秀コーチ賞に選ばれた。しかしピストンズはカーライルとの契約が あと一年残っているにもかかわらずカーライルを解雇し、ラリー・ブラウンを公認に迎えた。ピストンズを追い出されたカーライルは、2004年にアイザヤイ・トーマスが抜けて、ラリー・バードが球団社長となった、ペイサーズとヘッドコーチとして契約した。その年のペイサーズは、NBA トップの61勝21敗を記録、ホームコートアドバンテージを獲得し、プレイオフでもボストンセルティックス、 マイアミヒートを撃破したが、カンファレンスファイナルで、ピストンズに敗れた。2005年ペイサーズは11月19日に起こった、パレスの騒乱で、主力選手のアーテストが残り73試合すべて、スティーブン・ジャクソンが30試合、ジャーメイン・オニールが15試合出場停止になるなど、主力を欠くこととなった。さらに、オニールとジャマール・ティンズリーが怪我を追いまともに戦える状態ではなかった。 それでもなんとか第6シードとしてプレーオフに進出し1回戦でセルティックスに勝利。しかしカンファレンス準決勝でピストンズの前に敗れた。彼は2シーズンチームをプレーオフに導いたが2006から2007シーズン、オールスターブレイクでは29勝24敗だった。チームは大型トレードによるチームケミストリーの欠如、主力選手の欠如などにより、 その後11連敗するなど35勝47敗に、終わり10シーズンぶりにプレーオフを逃した後、ヘッドコーチを解任された。その後 ESPN で、スタジオ解説者を務めていたが2008年5月、エイブリー・ジョンソンの後任として、ダラス・マーベリックスと4年契約を結び、ヘッドコーチとなった。アシスタントコーチに、元 NBA で、ヘッドコーチを務めたことのある同演、KC。 テリー・ストッツが加わった。2010年10月8日、練習中に倒れたが、その後はチームに復帰している。2010から2011シーズンにマーベリックスを初優勝に導いた。2021年6月17日、マーベリックス HC を辞任。辞任から1週間後の6月24日に、ペーサーズの HC として2007年以来の復帰を果たした。ありがとうございます。